はい。おはようございます。沖縄おばばでございます。見てください。このね、ミケヌコタンミケヌコタンかわいいですね。またね、えー、向こうから連れてきました。はい。えー、ね。あら、ゴロゴロ言ってますね。いい感じですね。ミケたんね。ねいい感じですね。はい。えー、皆さんどうも、おこんにちは。沖縄おばばでございます。 はい、えー、まあ、なんていうのかな、朝の、まあ、雑談なんですけど、今日ね、ニュースで、まあ、いくつかね、取り上げたいことがありました。えー、和水さんですね、大丈夫でしょうかね。えー、なんか焼けっぱちになってますね、駅が。はい、ゼレが焼けっぱちになってます。もう、急騒猫を噛むというのはこのことでしょうね。 えー、なんかとんでもないことをやり始めてますね。まあ,あ、和水さんがね、とんでもないことをしでかさないように祈るばかりです。はい。わかりますよね。もしかしたらあ、起きちゃうかもしれませんので、まあ、まあ、その時はね、ガイガーカウンターが役に立つでしょう。はい。えー、まあ、でもねと、ちょっとね、えー、どうなるかです。本当に。 えー、嫌ですね。こういうのね。えー、まあ、本当に嫌だなと思います。あとね、あのー、なんて言うのかな。つンジュローちゃんですね。チュンジュローさん。はい、えー、お察しくださいね。チュンジュローさん。はい、チュンジュローさんが、あ、出馬するみたいですね。その再選に。これほんとちょっとね、興味深く見守りたいと思います。<laughs> まあ、一説によるとね、 もう太郎ちゃんに決まっちゃってるよ、みたいなことを言,、まあ、言ってますけど、でもね、イルミナンチャラカードでは、はい。イルミナンチャラカードでは、チンジロウちゃんなんですよ。<laughs> まあ,あ、あれなんですけどね。インのボーボーなんですけど、はい。イルミナンチャラカード、あの、あの、的中率がね、ものすごいね、予言カードでございます。 えー、予告カードというかね。あれだとね、もう次に来るのが、<coughs> チンジロウちゃんなんですよ。ぬっぽん。えー、タロウちゃんのカードってなかったですね、確か。<coughs> チンジロウちゃんのカードはありますよね。あのー、日本刀の前でね、日本刀の前でね、えー、考え事をしているというね、あのカードでございます。 見たこと終わりでしょう皆さん。はい。えー、ちなみにね、あの、太郎ちゃんのカードってほんとないんですよ。はい。なんでね、これどうなるかなってちょっと思ってます。はい。えー、まあね。まあ、そういうことなんで。えー、もしかしたらあ、太郎ちゃんが受かるかもしれませんけど、イルミから、いや、まあ、言って、 ったらいけながらねいるなんちゃらからね。いるなんちゃらから、いるいらないのね。いるなんちゃらから、あーダメだっていうお出しが来るかもしれませんね。ツンズローにしろとかね。まあ、わかりませんけど。わかりませんけど。はい。とりあえず、太郎ちゃんのカードは見たことありませんね。はい。ツンズローは見たことあります。ツンズローさんはね。はい。まあ、そういうことなんで、 えー、これがどういうふうに動くか。しかし、あの方、吹けましたね。めっちゃくちゃ吹けました。目の下にクマできてるし。はい。えー、ちょっとね、危ないなと思ってます。<laughs> まあ、健康に気をつけてという感じですけどね。はい、えー。そしてですね、一番気になってること、私が一番気にかけていること。 関東でまたぐらぐらがありました。茨城です。北部です。日立市です。わかります最近すごい、最近すごい関東に集中してますよね、ぐらぐら。はい、神奈川だったり、千葉だったり、茨城だったり。来ますよ。来ます。 まあ、来るでしょうね。来るんですよ。だって、そういう周期ですから、そういう周期なんですよ。もう、100年以上経ってるんでね。だって来るんですよ。確実に。これ本当考えないといけませんよ。皆さん。本当にしっかりしてくださいね。あの、海辺付近ですね。海辺付近で標高の低いね。 えー、標高0メートルとかに住んでらっしゃる方、引っ越し考えた方がいいです。あ、高台にね。はい。高台に。まあ、都内とかでもね、あのー、ちょっとね、えー、標高が高いところありますから、田舎の方だとね、東京都内でもね。わかりますよね、言いたいことね。はい。えー、標、まあ、0メートル地帯ですね。海抜0メートル地帯。こちらに住んでる方は本気で考慮しないと、 間に合わなくなる、なると思ってます、私。えー、早めに早めにね、行動してください。まあ、ある程度ね、高台に住んでれば、あまあ、ナは逃れ、逃れるんじゃないかなと思ってます。はい、ナウは逃れるかな。でも、まあ、海抜ゼロメートル地帯が多すぎますからね。はい、多すぎます。 まあ0メートル以下のところもあるんですよ場所によってはこれね本当に考えないといけないと思いますまたですよまたはいまたですこれかなり近いと思いますよこんなに頻発して関東だけでねグラ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 やってるんですからね まあ近いんじゃないかなと思ってます。はい。まあ夏はね、本当にあれなんですけど、9月に入って、ね、秋ですからもう。なんでね、本気で考えてください。あのロメートル地帯にいる方。はい。そういうことです。お分かりになりますよね、これね。 えー、ちょっと高台に越すだけで引っ越すだけで全く違った結果になるんじゃないかと私は思っております。来ますよこれ本当に脅しとかね煽りとかじゃなくて誰が見ても明らかでしょう異常でしょうこれ異常なんですよ本当に。 この前から神奈川であったその前は千葉であったその前は埼玉であった今度は茨城だって全部関東じゃないですかはいしかもあれ割とね海沿いの県ですよねえー、考えないと本当に考えないとまあなんていうのかな後悔しないように自分の人生なんでね 他の人があ、あなたを、あなたの人生を変わってね、やってくれるっていうことはございません。はい。自分の人生は自分で決めて自分で行動するんです。自分の人生です。はい。よくその辺を考えてください。 で、えー、まあとりあえずね、そんな0メートル地帯とかそういうところにいない人たちね、ちゃんとね、まあやってるとは思うんですけど、しっかりとね、えー、まあ準備いたしましょう。はいいわゆる食べ物、水、はい、で、えー、簡易トイレ、えー、まあ、その他もろもろでございますね。はい、えー、こういったものを準備しておきましょう。備えあれば憂いなしでございます。はい。 転ばぬ先の杖でございますこれ本当私気になってるんですよでえ最近ねなんかまあいろいろ聞くんですけどねあの藤子ちゃんのこともねなんでねこれ同時に同時にだったらちょっとまずいものがあるなと思ってますはいまあおそらくね同時だったらまあ 字のね、字の英体さんも動けないんじゃないかなと思ってます。なんでね、ほんと皆さんね、あの、準備。これが一番大事です。準備が。で、海抜ゼロメートル地帯に住んでるらっしゃる方は、本当に考えてください。早めに動くことをね。えー、もうね、あのー、 何も考えないこの日本国民で何かあると何て言うのかな全部ね責任を何,何かに転嫁しようとするこの態度は良くないと思いますはい自己責任全部が全部自己責任ではありませんけどでも考えないと駄目です自分ではいだから日本人のね学力テストがどん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 低下するんですよ子どもの はい。えー、言ってる意味お分かりでしょうかね。関係ないじゃんっていう方、関係ありますから、大人の責任です。はい。大人が考えないと子供も考えません。考える親とかからは考える子供が育ちます。はい。考えない親からは考えない子供が育ちます。はい。トンビが鷹を産むことは、はっきり言って稀です。 全くないとは言い切りませんけど、稀です。日本が衰退しているのは、こういうこともあると思います。考えなくなった。はい。人々がね。はい。えー、もうちょっと頭を使いましょう。皆さん。よろしくお願いいたします。もう本当ね、あの、近いですからね。はい。近いです。大峠。大峠近くなってます。 で、えー、いろんなね、いろんな、まあ、こういうことを言うのはあれなんですけど、預言者ですね、えー、の方がこぞって、その土地の名前を言っています。はい。その土地の名前です。はい。この土地は、海抜0メートル地域にいっぱい人が住んでます。はい。わかりますよね。高台に、高台に移動しましょう。 できたらねはいもう何度もずっと1年か2年ぐらい前から言ってるんじゃないかな私この話で最近は富に関東各地でもう揺ればっかりです中規模ですそれも震度4とか5とか中規模です これね、あの、本当に前も言いましたけど、中規模はね、神様からの警告です。はい。中規模地震は。まだ、まだね、まだ警告です。なので、警告のされてるうちにね、動きましょう。はい。で、えー、まあ、海抜ゼロメートルとかね、海抜ゼロメートル以下の地域じゃない方ね、ちょっとまあ、高台に住んでるよという方は、本当に備え。 はい。これが重要になってきますんでね。えー、こちらの方をね、えー、どうぞよろしくお願いいたします。あとはね、あのー、工業地帯ですね。引っ越すにしてもね。ここはやめてくださいね。工業地帯、工場地帯。まあ、いろいろ危ないものがね、えー、いっぱいあるんでね。こういうところの近くは本当にちょっと気をつけた方がよろしいです。はい。えー、責任は、 まあ、想定外なんでね、すべてが、この国。はい。それだけ分かってれば、自分で何とかしないといけないっていうことが分かると思います。この国、すべてが想定外でございます。分かりますよね。この想定でちゃんと動いてる自治体も中にはありますよ。中にはあるんですけど、少数です。 ごくごく少数です。そのような自治体はね。はい。なんで、皆さんちゃんと自分で考えて、えー、まあ、揺れが起きたときね、どういうふうに逃げるか、あどういうふうに準備するのか、ああ、きちんと考えていきましょう。ね。で、えー、まあ、何度も言ってますけど、 ちょっと今時期が時期なんでまあ夏だから大丈夫だとは思うんですけどねえとりあえず、えー、ペットボトルとあとお菓子ぐらいですね一袋お菓子を一袋ぐらいちっちゃいやつでいいですからいつもカバンの中に持ち歩きましょう何かねとあの来てねはい何か揺れとかが来て電車とかが止まったらね、えー、それ食べたり飲んだりすればいいですから えーで家に帰れますからでもでもね、えー、ないとないともうコンビニも自販機も全部電気で停電する可能性があるので、えー、まあ買えないと思ってくださいはいなんで必ずカバンの中に飲み物と食べ物この2点入れといてください あと、まあ女性ね、通勤の時にパンプスで行くんじゃなくて、運動靴で、はい、スニーカーで行きましょう。で、えー、パンプスは会社に着いてから履き替える。はい。ちょっと重いですけど、しょうがないです。備えあれば憂いなしでございます。本当に、何度も言いますがね。 よろししくお願いします本当に頻発してますからこれもうほんと私も気になって気になって、えー、まあね、えー、大変なんですよ本当にねなんで皆さんどうぞ、あのー、各自自分の住んでいるところどうなのかっていうのをもう一度確かめてみてくださいで海抜ゼロメートル地域は本当に危険なんでね、えー、移動した方がいいですはいそういうことでございます それでは皆さんまたごきげんよう。今日も一日よろしくお願いいたします。ここまで聞いてくださって本当に感謝します。ありがとうございました。沖縄おばばでした。ね